はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。隣の楓です。うちの父親は、今年の1月に亡くなったんですけども、一周忌ってね、亡くなった人が亡くなってから約1年後にやることなんですけども、やっぱり1月2月ぐらい、1月かぐらいにやる、亡くなった場合はね、ちょっとね、皆さんお忙しいっていうことなんで、12月にほぼ決定しました。1月にやってもいいんだけどね、ちょっと集まりにくいのかなと思って。本当はね、その一周忌って命日にの日に近い土日、もしくはちょっと過ぎたあたりの土日にね、やる場合があると思いますが、やっぱり先ほども言った通り、いろいろ忙しいということで、12月にやることになりました。で、その日、12月ってね、うちの両親の誕生月なんで、今まで合同で誕生日会というか、ケーキを持っていくだけの話なんですが、やってたんですよね、私がね。で、うちの父親が12月の上旬生まれで、うちの母親は、下旬の方の誕生日なんで、その間の土日を利用してね、ケーキを持ってって顔を出してっていうことがありました。でね、一周忌やる前の日っていうのが、うちの母親のお誕生日で、プレートなしのケーキを持っていこうかなと思っています。本当はねっていうか、なんでこの日にやるんだって文句は言われそうなんですけど、ね、そうは言ってもね、誕生日はね、おめでたいことなんで、楽しくワイワイやろうかなと思っています。で、その日はね、弟家族も多分泊まって一周忌やる日に、やる前の日に泊まって、で一周忌やって、で次の日も泊まるのかな、多分泊まんないと思うけども、帰ってっていうことをやると思いますけどね。弟家族もいるんで、ちょっとバカ騒ぎはできないけども、ワイワイやっていけたらいいなと思っています。私たち夫婦もね、一応その一周忌の前の日に行ってっていうか、旦那さんがね、仕事あるんで、お仕事をして、ちょっと軽く食事だったりをして、っていう感じで、実家の方に行ってお泊まりをするということになりますね。一応弟親の方
方もね、まあその前にあるんで、ちょっと顔見せに行ってみようかなと思っています。うん、まあね、今年からは、今年からっていうか来年からはね、あの合同誕生日会みたいのができなくなるんで、まあ主にね母親の誕生日前後にちょっと行ってみようかなと思っていますね。うん、まあね、父親も祝ってやれよと言いそうな感じなんでね。うん、本当にね、まあやっぱり周期というのが、だんだん決まってくるとね、やっぱ本当に死んだんだなっていう風に思っちゃうんですよね。これは多分自分の父親、母親だからかもしれません。あの親戚のおじちゃんとかね、本当にちょっと接点のないじいさんばあさんだったりすると、あまり、ああそっか亡くなったのかっていう、別にね、悲しいっていうふうに思わないんですけど、いざね、本当に近しい身内が亡くなるとかなりきついというか、本当に現実になったなと、うん、思いますね。やっぱね、本当に通夜告別式っていうのは、本当に慌ただしくやってしまうので、本当に現実味がないんですよね。もちろんね、お骨になるときにちゃんとね、目の前で父親の遺体が燃やされて骨になったっていうのをちゃんと見てるんですけども、ちゃんと見てるんだけども、心ここにあらずみたいな、現実逃避っていうかな、うん、実際になんか夢でも見てるんじゃないかっていうふうにちょっとね考えてしまうですよね。でやっと、まあ、一周忌とかで、まあ、ちゃんと現実をね、見られるようになったというかね、うん、で、まあ、本当に去年の今頃ぐらいに、うちのばあちゃん、母親の方のばあちゃんと、旅行に行ったりとかしてたんですよね。それはもう本当に私は知らなくて、たまたまメールしたら、今ばあちゃんと旅行中だっていうメールが返ってきて、で、まあ、母親の、ね、写真とか、ばあちゃんの写真とかが送られてきて、うん、あ、楽しんでるなと思ってて、で、まあ、12月の、まあ、両親の誕生日の時に、まあ、中旬ぐらいに行って、まあ、おめでとうと。で、その後に、母親の誕生日の時に、まあ、またメール来て、父親からね。で、なんだろうと思ったら、母親がケーキを持って、まあ、自分の誕生日の数字の、年齢のね、数字を指した母親が写ってたんですよね。うん、本当にそれが、その会話と、メールというツールの会話が、
それが最後でしたね。でその後に、まあ年末年始はちょっと行けなかったんだけど、3日4日ぐらいがちょうど休みで実家に行って、でまあいろいろお話をしたんだけども、本当にね、会話したのはそれが最後なんですよね、父親との会話。本当にね、その時写真とかで、まあ、もちろんねケーキとか物に写真を撮ることは多いんだけども、父親のそのまあムービーなり写真を撮るっていうことがなくて、その時写真撮っとけばよかったかなって、亡くなってからずっと、まあ2、3ヶ月、まあ半年ぐらいまでかな、ずっと悔やんでいたんですが、まあね、まあね、よかったかなと。本当にね、喧嘩して別れたわけではないので、ね、よかったなと思っています。まあね、その時はね、なんとも思っ、その写真を見て、なんとも思わなかったんだけど、今になるとなんかどういう気持ちで撮ったんだろうって、変な話ね、その1ヶ月後に自分が知るわけじゃないですか。まあね、まあこう言っちゃなんだけどね、まあ弟のところにね、写真を送ったのかまだ確かめていないんでわかんないんですけど、まあね、どうなることやらです。で一応ね、あれですね、一周忌なんで、まあうちの家族とあとまあうちの父親の方の親戚と、あとまあご招待って言ったらまあおかしいけども、まあ来ていただける方がまあ何人かいらっしゃると思うんで、まあその時にね来ていただいて、っていう感じかな。まあ湿ったね感じのことが、まあどっちかっていうと嫌なっていうか嫌いな父親やったんで、まあワイワイガヤガヤとやっていこうかなと思っています。はい、皆さん、もしね、そういう気がなくてもね、いろいろと写真をご両親だったりおじいちゃんおばあちゃんをねガシガシ撮って見てはいかがでしょうか。それがねもしかしたらいい雰囲気の写真だったらね、それがもしかしたら家になる可能性があるんで、はい、まあ写真をね撮ってあげてください。いい、もしかしたらいい笑顔になってる可能性もあると思って、はい、それでは皆さん、さようなら。